この動画に10秒以内に高評価できた人は日常での運が上がります。闇の豪華に抱かれて眠れ。はい、どうも。最近自販機でたまたま数字4つ揃ってもう一本もらえる演出が出たので嬉しすぎて頑張って写真たくさん撮ってたら、30秒以内に押さなければいけないことに後で気づいてもらえずに終わっちゃった男カイトでーす。まあその話通りなんですが、数字が揃った瞬間のタイミングが微妙に一箇所だけずれてなかなかうまく撮れなかったんですよね。それで2、30枚写真撮ってたらいつの間にか終わってて、なんかちょっと逆に損した気分になったの何？ということで今回ネットでバズった TikTok はツッコミどころ満載だった新作です。この動画が一瞬でもいいなと感じたら高評価の方だけよろしくお願いいたします。それではどうぞ。ギリギリ宇髄さん勝てそうな相手、勝負に勝ってそのまま新しい嫁になるんですね。部屋との温度差半端ないって、急にポッチャに意識乗っ取られた。バリバリフォートナイトで生きようとしとる。落下ダメージまであるの完璧すぎる。米津トロッコ問題で犠牲になっとる。あの PV の凡庸性高すぎんだろ。どちらかというとサムライソード。いや、キザル独特のうめえみたいな喋り方消えとる。光の速度で問題解きそう。あれ、ええちょっと待って、ちょっと待って。おい、え、親父。親父じゃないです。白ひげじゃないですよ。白ひげじゃねえの。どこ行く。いきなり質問には答えねえだろうよ。飛んでる。どうした。どこ行くんですか。キャリーバッグなの持って。マノ国2泊3日。マルコのプライベート感満載動画。てかその髪の毛何で作ったん。誰かと待ち合わせですか。いや、一人。クリボッチの時に街中で会いたいやつ優勝。イルミネーションより心明るいじゃん。どうして負けた。こんな刀じゃ勝たないよな。刀だけに知ってるが、刀を折ると肩治るってよ。ヘビ丸飲み。これサムライソードやないかい。あげくにうざがられて味方に裏切られとる。うちの一番嫌いなタシギ。最悪。栃木。いや、タシギに何されたん。一番嫌いなタシギでも栃木でも理由深く聞きたい。いや、ダビと小紅ずっといんな。ダビダンス密かに流行らそうとしてます。どんな迷い方したらここ来るんだよ。ゾロが日輪と思って決めつけたらクソ強そう。はい。絶対家系ゾルでいくけ。全員男殺して動くの癖になってるタイプ。さあ起きて、新しい任務に出発だ。君はできるやつだ。君なら起きれる。頑張れ。君は今までよく起きてきた。君が二度寝することは絶対にない。もうある意味メンタルケア彼氏じゃ。めちゃくちゃ自信ありげに二度寝妨げようとするじゃん。父さんが剣の訓練はまだ早いって言うんだ。だからパンチの練習をしてるんだよ。 あんたに用はないからそこから消えてた。ここのお嬢さん、ピカピカのアクセサリーはいかが。これを話す前に殴るの癖になってんね。やはり暴力は全てを解決する。お前の母ちゃんでべそ。え、お母さんいない。一発殴ってくれ。急にイケメンキャラになるやん。こういう情に熱いキャラいるよね。いや、じゃ脳みそ食えよ。いや、食えって言ってんだよ。いや、はなんなんこいつ。じゃ俺は帰るからよ。幸せに生きろよ。なんだかんだ捨て台詞優しいな。否定されたのに幸せに生きろと言える大人対応。
栗まんじゅう先輩いなくなった瞬間めっちゃ冷めるやん。ちいかわがちいかわ見てて可愛い。先生トイレ。こらこら、先生はトイレじゃありません。タンパク質。タンパク質でもない。生命の危機を感じてすかさず逃げる先生。自分も取り込まれると思ったんかな。なんで柱間とかいんねん。この曲のテンポじわじわきますね。人生において一番重要なのは時間の使い方だよな。誰と何をして過ごしたからてめえの価値は決まるんだ。友達に時間を注ぐのか、恋人に注ぐのか、仕事仲間に注ぐのか。まずはてめえに注げよ。芸人界のローランド来ました。ルビゾンチームとシステム一緒ですね。ルーレットが回って選ばれし者が電撃を受ける。当然俺はお母さん指スタンドアップデュエルスタンバイマイフェイバリットフィンガーエレメンタルヒーロー、お父さん指召喚。俺は3本の指を合体させるエクスポネメントドラゴンキャノン。俺は最高エンドドラゴン指を特殊召喚し、カイザー味付けの決めさしない。遊戯王キャラの情緒が激流走。遊戯王ネタで今年一番腹抱えて笑ったわ。俺が呂布カルマだ。俺が本物だ。俺が本物だ。お前誰だ。お前誰が本物だ。呂布カルマだぜ。俺が本物だ。容器覚えときな。俺はうんこしてパタッと閉める便座。便座とか関係ないから俺が本物の呂布カルマだ。まあピンクのハンドルカバー。ハンドルカバー。終わった後に喋んな。喋んなお前の方だ。いや何人かミステリオいるだろう。なんだかんだ仲良さそうで良かったです。3 4 5、増えたらあかんやん。いやそれ一生相手倒せねえな。秋の寿命どんどん減っていくやないかい。ブラボー。長友出てこないんかい。そこはちゃんと入れてくれよ。あ、東京スカイツリーだ。すげえや、チェーンソーマンだ。いや、どういうお笑いやねん。ちらっと後ろにジョナサン・ジョースはいたな。音楽には逆らえないノコノコ。落ちる方も関係なく踊るんですね。大人の事情でリングドッグを友達に頼みました。親族おる中でこれやる度胸。これ引き受けてくれる友達生涯大事にした方がいいね。ポケモンバトルが血も涙もない世界線。サトシの見た目がもう北斗の拳なんよ。速報、東京のセブンイレブン、進化のしすぎで人も機械もいなくなってしまう。これだから東京はやめられない。愛してる。逆にやりづらく感じるやつ。老人がこれについて来られなくて説明しないといけない未来が見える。ドラえもんの飼育費で破産しかけるわ。ドラえもん多すぎてむしろ伸びたハッピーになれなさそう。おい、泣くなルフィ。泣きたいのは俺に決まってるだろう。いいか山賊、俺は酒や食い物を頭からぶっかけられようが、唾を吐きかけられようが、大抵のことは笑って見過ごして、どんなことか。白い服に醤油をかける勇気。なかなかシャンクスメンタル強いな。おい泣くなルフィ、男だろ。だってよシャンクス、腕がなんちゃってブルー。俺たちの感動を返せや。シャンクスの人気ガタ落ちしそう。それ抜いたからには命をかけろよ。そいつは脅しの道具師。いやシャンクス活動終わった。さすがに感情移入の準備まだできてない。まあ昨日、まあ昨日、花より団子世代のシャンクス、花沢類よりも道明寺つかず払ったんだ。
急な閃光のハサウェイオブ米津玄師。てか通学路どうなっとんねん。違和感全くなく突入していく。逆に初見の人、この人がレイだと思いそう。モンハン2期の方法。撮影者の耳が心配になるレベル。このサイズで迫力はラージャン級だね。レジ袋つけて。ポイントカードいらない。ってか早く袋詰めて。うわぁ、ああいう店員にタメ口使うやつ嫌いだわ。ちょうど。何？え？見積もり？いや、作ってない。タメ口？資料？作ってない。てか早く給料上げて。あ、誰に対しても平等に嫌なやつなんだ。いや、ある意味嫌じゃないやつ。社長と直接電話できる時点で結構仕事できそう。どういう状況なの？店員さんと友達関係なんかな？スマブラの世界にいつの間にか迷い込んどる。俺には思わず米津玄師も大パン。覗き穴からニンテンドーワールド見えそう。マリオのレベルアップみたいな交換をしとる。なこれ、レンジ君は私とキスしたいから死なないもんね。呪術回戦の呪いにかかってんな。へってところの顔、作画崩壊起きてんな。レベチで草。あにゃ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 とあにゃやないかい。え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、岸辺さんですか？マキマか。マキマじゃないです。悪魔を恐れるハンターっていうのはな、頭のネジのぶっ飛んでるやつだ。頭のネジのぶっ飛んでるやつは何考えてるかわからない。お前は人が悪魔、どっちの味方だ？いや、人の味方ですよ、そりゃ。お前0点だ。サイコパスな回答しか受け付けない上司。声も見た目も岸辺にめっちゃ似てますね。あれ、また岸辺さんだ。俺は公安特異一家でサッカーをやってる岸辺だ。サッカー、うん、一家のメッシって呼ばれてる。浜のメッシみたいな。好きなことはアーリークロスとシザースとスライディングで相手を怪我させることだ。いや、ダメです。それは一家のメッシは絶対自称ですよね。サッカーで暴力的にゴリ押しで勝とうとしとる。店員さん恐ろしすぎんだろ。あとどこまで店内 BGM 流れてんだよ。おいしいかピカチュウ、おいしい。リンゴどこ行ってんねん。これが最近流行りのディストラクション ASMR か。マサトさんいらっしゃいませ、はい、今日はね、ベルギーチョコイチゴおすすめなんです。あ、これですか？うん、明後日の木曜日まで。あ、じゃあこれ一つと、いいの？これ一つ。あとね、どこでもドア。はい、どこでもドア。ちょっと大山信夫以上に地声かドラえもん。マジでドラえもんの声優になってほしいレベルですね。クリスマスだからって公の場でイチャついてんじゃねえよ。取られて晒されても文句言っちゃねえぞ。されても夢の国代表なのにリア充アンチ派。言いたいこと全部言ってくれたわ。ミルキ役の人見すぎ。どんだけ大地踏みしめてんだよ。大地踏みしめすぎて沈む勢いじゃん。怪物が来た。令和のデュエリストいたな。これがツッコミ待ちなのかデフォなのか。コンがただの家政婦やないかい。切実に自分も契約したい。オベニーイエーガーになってるな。最初に地ならしで世界破壊しようとしてきそう。娘さん
もうそこ閉まってんねん。大臣おとなしく座ってますね。逆にそれできるのすごいな。芸人としては満点ですね。風船のネオパンチ。チュチュオパンチュウサギ。吐くの吐かないの吐くの吐かないの吐くの吐かないの吐いてるんですけど。人前でケーキのフィルム舐めるのやめなよ。踏んでるよ。突起を下げてよ。弱い私は部下かわいい。以上、風船詰めされるまでのウサギの工程でした。よっしゃシンプル早川秋がもう秋じゃない。パワーワンピースの波級にウエスト細いじゃん。明かり香り梅子カツオゆかりイオシゆかり。新しい女に舐めし参戦のお知らせ。僕はいつもご飯にはゆかり派ですかね。すいません、ポテトとフライドチキン一つ。雑やなおい。おいおいおい、いや溢れとる。いらんって。そんなにいらん、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 いらん。もう一人で食うやつ。なおっさん聞こえとんかい。普段いらんってよ。ちょっと食えんから。もうチキンが欲しいわけちゃうねん。つぶな皿の意味ねえじゃねえか。ストレートに胃袋にぶち込んであげて。多分もっともっとって言ってると勘違いしてそう。だからナイアネシリーズ殿堂入り。あそこのどっちでしょゲームだったら負けてたわ。ワンピースってさ、はい、ルフィが子供の頃に自分で刺した場所、うん、危なすぎるだろ。確かにね。それ言ったらワンピースってさ、やっぱ今の海賊はあんま良くないから早くルフィにはなってほしいよな。ああそう、何が良くないの。やっぱね、あの今の海賊のやり方だとね、やっぱ海賊はもう誰もついていかないよって話よ。あそう、うん、今の海賊は名前なんだっけ。クロコダイルとか。クロコダイルとかの適当か。ちょっと話題振る方も泳がしてきたな。どう勘違いしてそうなった。 AI もついにそっち側に走ったが。失礼だな、純愛だよ。武術高専入学当初のお骨。アマプラで呪術の映画最高でした。海外のクオリティやっぱ高いね。このマキマさんになら買われたい。序盤だけ激強キャラのやつ、ぜひ日本でも覚醒してほしいですね。いや帝京平成大学は合唱もすごい。